サプライズ。サプライズ。Hi guys, we're here in New York right now. But today's video is about our Singapore visit. スーちゃんがいろんないろんなところにママたちパパがさ一緒についてきてくれてさ、一つの旅ごとに本当に大人になってるのよ。結構さ、スーちゃんも学校どうしてるのっていう質問が毎回あるんだけど、日本ではね義務教育ってね6歳からなの。だからスーちゃんはまだ保育園。私たちがこれだけ海外行ったり来たりして家を空けられるのもスーちゃんが小学校に入るまでかなと思っているのね。だから今のうちにスーちゃんの将来の選択肢を増やしてあげられたらなっていう思いと、世界は広いんだよっていうことを見せてあげたいなと思ってこのワールドツアーをやっている。それが一つの理由でもあります。でもメインの理由はもちろんその世界の展示会に出てうまみソースを持って行って、うまみソースを取り扱ってくださるところを探したりオポチュニティを探したりしてるんだけど、ちょっとスーさんインタビューしていいですか？じゃあマイクをやりますのでちょっと来てください。インタビューしましょう。飛行機のレッスンですよ。飛行機のレッスン CA さんね。はい、ではスーさん質問していいですか？あ、今シンガポールに行かれたということですけど、はいはいはい、こうやって旅行するのはお好きですか？どうですか？うん、おいまだわかんないよね、好きかどうかもね。好き。え、好きなの？何が一番好きなの？エリカちゃんとずっと一緒に遊べるから楽しいよね。エリカちゃんありがとうだね。まあまだスーちゃんが海外の旅行に行くのが楽しいかどうかなんてまだ分かってないと思うんだよね。親と一緒にいることが当たり前だからさ。まあいろんなね考え方がたくさんあるけど、私たちとしてはスーちゃんをいろんな世界のところに連れて行って、こんなにたくさんの景色やこんなにたくさんのいろいろな文化の違う国や場所や食べ物や人に合わせてあげられるのはなんて幸せなことだろうなと思ってるんだよね、パパ。そういうちょっと親としての思いもありつつこの旅も続けています。もちろんねクッキングのいつも通りの動画が最近出てないから恋しいって方のお気持ちもわかるんだけど、こんなにずっと続けられることでもないからね、これはね。今は私たちはそういうフェーズにおりますだからまあのんびり楽しんでください。もうちょっとワールドツアーにお付き合いください。入っていっちゃった。何やってもんかなぁ。でも毎回毎回旅ごとにお姉さんになっててるからね、嬉しいことです。スーちゃんのベビーカーどこだ？あったあったあった。えぇ、重たいぞ。なんかフィッシュ、あーすごい美味しそうじゃん。ラーメンを食べてます。空港着いたからね。お化粧したまま寝ちゃったんだけど。なんでお化粧したまま寝たかわかるよ。わかる？なんで？だってさ、眠たかったから。そう、昨日そのまま寝ちゃったよね。お風呂入ろうって言ってたのにスーちゃんもお店に入るの忘れちゃったね。あと15分でお化粧し直してお洋服も着替えなきゃ。急げ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 。太陽より涼しい。でも湿度がある気がしない？なんかちょっともわっとしてる気がする。タクシー待ち。今スーちゃんは朝食を食べながらモデルポーズ。パパとエリカちゃんは今伊勢田さんにお渡しする資料を作っております。
私たちフォースマイルズ社として初めての百貨店さんとの商談へ行ってまいります。撮っていいって言われたら撮るけど、そんな感じじゃなかったら全然撮らないから、ちょっとドキドキしてるね。果たしてこの伊勢丹シンガポール店にうまみソースを置くことができるのか。頑張ろう頑張ろう。え、いいって、なんか撮っていいって。こんなにはしゃいでるの打ち合わせないと思って。すいません、ちょっと今日朝からドキドキしてきてたんですけど。めちゃくちゃ感じだった。伊勢丹さんのシンガポールにお伺いしてます。ご担当していただく小林さんと加藤さんです。2年前に私が便中があればみんなもっと簡単にできるよねみたいな動画を出したら、便中って何っていう人がすごく多くて、まず出汁って何からだったんですけど、出汁屋さんを呼んできてその説明をするとか、出汁の動画を作ったのね。なんか年月をかけて徐々に徐々にその説明をしていって、便通さえあればっていう話をしたら、みんな早く商品化してほしいっていうお声が結構多くて、どうしても日本から送るってなると1000円2000円のものに3000円4000円とかいう送料がかかってしまうので、やっぱり現地の人が買いやすいお店で気軽に買いに行けるところに置いていただきたいっていうのが私の目標なので、ぜひもし11月ぐらい、あるいは、来年の3月とかっていう形でしたら、それに合わせて、はい、イベントやるってことも、ちょうどもしかしたらいいタイミングで、はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、撮った。片付けする？絶対にする？いちいちして。おー、サーリー、サーリー、Thank you so much。バンコクの時にホテルを紹介してくださった方が、シンガポールに行くならジュニアさんに会っときなって言って紹介してくださったんだけど、そのジュニアさんと今ちょっとカフェでお茶をしてミーティングさせてもらって、一緒にそのファンミーティングの場所まで連れて行ってもらっております。ジュニアさん、ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you so much。 ここがいいんじゃないかなっていうことで、なんかアートセンターで A から出てきて、Exit A、 そう、ちょっとここに緑があってね、すごい綺麗なところでね、すごい綺麗、え、Beautiful place ね。うん、今エリカちゃんがキモノ湖のみんなに Google フォームにサインアップしてくれた人にメール送ってるよ、ここにいるよって。そしてスーちゃんとパパはスイングしに行きました。スーちゃーん、どうしたの？No. Kaya is basically a Malay word. Malay word? Malay word. Yeah, Kaya. I think. Kaya. 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 Kaya.かわいくない？すごい。You're coming! Thank you so much! あ、カンゴール来てる。あ、カンゴール来てる。すごい。シナさん、たくさんポテしてくださって。ちょっと撮っとかないとやっぱり分かんなくなっちゃうから、撮っとこう、ずっと。止まったら汗かいちゃう。汗だく、汗びしょびしょだもん、パパ。飲み物と。トイレと思ってきたんだけど、スーちゃん何もいらないって言うし、トイレも行きたくないって言うから、じゃあちょっとまた向こうで遊ぼっか。待て待てするか。はぁ、はぁ、視聴者の皆さんが私の人生を変えてくれたと思っているので、こうやって涙が出そうです。これからもビデオを楽しんでください。
Thank you so much for coming. Thank you. ありがとう。ありがとう。まさかのね。また仕事に来る際は、また日本に来て。はい。連絡ください。はい。何してんだ。仲良くなってよかったね。すごかったね。2日前に出たから、本当に500人、1000人来てくれたかもしれない。そうだよね、やっぱりね、2時間前に言って何来てくれたんだろう。150人ぐらい来てるような感覚はあったけど、ね、ずっと常に7、80人ずっと並んでたもん、ね、びっくりしちゃった。シンガポール暑いですね。暑いですいや、お疲れ様です。お疲れ様でした。約何十人と写真を、皆さんもたくさんたくさんお土産を持ってきてくださって、ジュリエナさんがあの短時間でパパパパパパって綺麗にしてくださって、しかもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今からホテルに帰ってシャワーサッと浴びて、教えていただいたローカルスーパーで買い物してご飯作ってみようか。よし、行こう。アリエルのやつをもらったんだって。ありがとう、生き物さん、ありがとうって言われたことも。ありがとう。大きい。もらったやつ。いっぱいいろんなのもらっちゃったね。申し訳ないね。うさぎちゃんもらったの。すーちゃん、おいでって。汗かいたから、入っておいで。お風呂入ってくるね。バイバイ。She's a burger. お風呂に入ったよ。ちょっと失礼、荷物がすごい。これ明らかに入りきらないんだけど、いただいたものが。お話ししたい。お話して。今からどこ行くの？夜ご飯のところ。まだ決まってないんだよ。なんか探そっか。あとさ、この次マレーシア行くんだけど、マレーシアはムスリムの方が多い国なのね。だから何かスーちゃんとママ可愛いお花の肩にかける布を買おう。涼しいやつね。探しに行こう。綺麗なやつ買おう。プリンセスみたいな。スーちゃんリボンとお花のやつ買いたい。リボンがついてるやつにする？リボンとお花がついてるやつ。いや、そんなになるかな。探しに行こうか。あとハートもついてるやつ。オッケーオッケー。じゃあ座って。レッツゴー。ちょっと私たちがシンガポールの現金を持っていないので、クレジットカードが使えるレストランを聞いて、このホテルの目の前のカザナ ABC レストラン、インディアンミュージックラウンジっていうところに行ってきます。あーすごいね。なんかインドに来たみたいだ。あ、賢い賢い。そうそうそう。どれ？このカレーがすっごい辛い。すっごい辛い。辛い。超辛い。おいしい、すーちゃん。よかった。いいじゃん、辛いの食べたかったじゃん。すごい。そう、マジ。ちょっと、ちょっともう、どうする？もう、なんて素敵な人。もう、本当に。
に皆さんに助けられて、何をこんなに感動しているかっていうと、マレーシアに行くっていう風に動画で言ったら、インスタで DM をくださって、マレーシアに行くって聞いたけど何か必要なことあるって言ってくださって、私たちがマレーシア料理を学んでみたいって言ったら、シェフのお友達のシェフの方にお声かけてくださったり、一番毎回苦労するファンミーティングも場所を抑えてくださって、もうなんとお礼していいか分からない Vlog にはちょっと出ないっておっしゃってたから、多分私たち の Vlog には出られないんだけど、日本にご招待しようね、 Vlog とかに出してるんですね。あ、お名前も言ったらいけないかも分からないから、 Thank you S さん本当にありがとう。どこ行ったの？ママの大好きなパパとスーちゃんは？あれあれどこにいるの？見つけちゃった見つけちゃった。マンゴーも美味しかったよね。パパにしたって残してる。もうこれ残してたよ、パパにね。優しい。ペロッと食べちゃったから優しい。なんでこんな優しくなったのかしら。なんでそんな優しくなったの？だってスーちゃんベルだ。ベルだからだって。ディズニーの力がすごくてさ、ね、スーちゃんが早く寝寝したくないって言った時もさ、ベルは毎日早く寝寝するんだよって言ったらすぐ寝寝してくれるもんね。やっぱベルってすごいよね、ディズニー様様。よし、待って、俺の。ありがとう。すみません、恐れ入ります。恐れ入ります。今パパはね、ファンミーティングでたくさんお土産いただいたからさ、荷物が入りきらなくてさ、あのスーツケースを買いに行ってる。あとスーちゃんのパンも買いに行ってる。スーツケースとパンです。さっき見つけたとこはやっぱりカレーだったから、今日はチャイナチキンライスやっと見つけました。しかもすごい美味しそうなお店。いただきます。子供用のあるかな、ちっちゃいの。明日からマレーシアだからさ、あんまり肌とかね、よく見せない方がどういうところで失礼に当たるか。すごいな。If you want to stay, you can.